アンドレアス・スコフラーは、オーストリア、チロル州インスブルック出身の元、スキージャンプ選手である。トリノ及びバンクーバーオリンピック、ノルディックスキー世界選手権、フライング世界選手権のメダリスト。助走で左右に大きく手を広げる姿勢がトレードマーク。18歳だった2002、03シーズンからワールドカップ本戦に参戦した。表彰台に2回上がるなど活躍し、 総合16位となった。しかしその後の2シーズンは、あまり好成績は上げられず、2003、04、シーズン総合21位、2004、05シーズン総合40位に終わった。2005、06シーズンは好調で、2006年2月4日、ビリンゲンでワールドカップ初優勝、好調のままトリノオリンピックに臨んだ。最初のノーマルヒルこそ11位に終わったが、 ラージヒルでは同僚トーマス・モルゲンシュテルンに次いで銀メダル、団体戦では金メダルを獲得した。このシーズンのワールドカップ総合で7位となっている。翌2006、07シーズンはワールドカップで3度2位になるなど総合7位、世界選手権では団体で金メダルを獲得、2008年のスキーフライング世界選手権。 オーベルストドルフ大会でも団体金メダルを獲得した。2008、0級シーズンは不審だったが2010年のスキージャンプ週間で総合優勝を果たした。バンクーバーオリンピックでは個人ノーマルヒル19位、個人ラージヒルではメダルに1ポイント及ばず4位、団体では金メダルを獲得した。ワールドカップ総合はそれまでの自己最高の4位となった。2010、 11シーズンは開幕戦の個人ラージヒルで優勝して以来一桁順位を続けて好調を維持2011年ノルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル個人で銀メダルを獲得団体戦に種目で金メダルを獲得したラージヒルの団体ではホルメンコーレンジャンプ競技場のパッケンレコードとなる141.0メートルを記録ラージヒル個人でも4位だった 総合3位で臨んだワールドカップ最終戦のフライングでは23位に終わってアダム・マリシュに抜かれ総合4位に甘んじた2011-12シーズンは開幕から3減少するなど絶好調でジャンプ週間第3戦にはシーズン5勝目を挙げるなどランキング首位を走ったしかしそれ以後はやや成績が伸びず結局総合順位ではアンデシュワーダル フレゴはシュリー・レンツアワーに次ぐ3位となった。フライング世界選手権、ビケルスン大会では団体金メダルのメンバーとなった2012、13シーズンはワールドカップで優勝2回を含む4度の表彰台を獲得し、総合17位となったが、世界選手権には出場できなかった。2013、14シーズンはワールドカップでは前半が不調で、 ソチオリンピックの出場を逃した。後半はトロンハイム大会で2位となるなどポイントを伸ばし、総合12位となった。2014、15シーズン以降はコンチネンタルカップに回ることが増えた。2017年秋は自己免疫疾患により欠場。その後競技に復帰したが、2019年5月引退を表明した。ありがとうございます。